とりあえずオリンポスクリア。神々。闇に落ちる。多分仲間がいるんだよ。いたメッキー王様がトリック。悪は探しに行った。どうしたの？ずいぶん歩いてきたし、少し休むかい？なぜかな。この世界に来たのはそんなに前じゃないのに、遠い昔のことのように感じる。リクはあれから多くの世界を回り、多くの感情に触れ合ったんだ。結構有名。普通は何年もかかる経験をしてきたからね。最初にこの世界に来た時、不安で仕方なかった。それはそうだ、闇の世界。でも今は不安も恐怖も感じない。むしろ気持ちが高ぶってるように感じるんだ。これはまだ俺の中に闇があってざわついているんじゃないかと思ったんだけど、それでもない気がする。ミッキーからアクアの話を聞いて気持ちがせいてしまったけど、それとも違うんだ。闇に負ける気がしない。キーブレードマスターだな。前と違ってミッキーと一緒だからかな。うん、それはきっとリクが大切な人を守る強さを手に入れたってことじゃないかな。自分の感情より誰かを助けたい気持ちの方が前に来てる。不安や孤独を感じる隙がないほどにね。そうなんだ。あ、小さいテラと大切な人を守る強さか。まだ小さかった頃の約束を思い出すよ。約束？ある人と交わした約束。秘密なんだ。大切な思い出なんだね。ああ、ミッキーもアクアとの思い出、この世界で何か手がかりは覚えてない？それが前に来た時とは様子が変わってるみたいなんだ。確かに俺が知ってる景色とも違うみたいだ。アクアとのつながりをたどれば再会できると思ってたんだけど、たどればたどるほどどんどん薄れていくんだ。つながり。ともかく行けるところまで行ってみよう。ああ。で、簡単に闇に来れるやつ、この二人がすごい。闇に過ぎると心おかしくなっちゃう。ああ、よく見る闇世界。ここは途絶えた。え、アクアは確かにここにいたはず。でもここでつながりが消えている。ここには来たことがあるんだ、俺と空で。そうなの？俺と空はここから光の世界に戻った。ああ、もしかしたらアクアも戻ったんじゃないか。逆にここからさらに闇の深淵に向かってアクアのつながりが消えている。僕たちにはこれ以上の闇に潜る術がない。そんな、ダメじゃん。しまった。何？リク、油断しないで。闇の世界のハートレスはたとえシャドウでも強敵だ。わかった。マジっすか。
ったんだよ、あいつ。あんな。しまった！